ブリーチロックミュージカルブリーチロックミュージカルブリーチは久保タイトの漫画ブリーチを原作とするネルケプランニング制作のロックミュージカル通称はブリミュ原作よりも少しコメディタッチになっており原作にない描写も存在する日時や地方によってダンスや歌のパフォーマンスが違う日替わりネタ等もある初演から ノークラウズ・イン・ザ・ブルー・ヘブンズまでの4公演で、屍ネ魂回編完結までのストーリーを上演する。その後、屍ネ魂界編すべてという意味で、ザ・オールを上演する。並行して、歌と踊りがメインのライブ公演、漫字解消3公演った。万字解消コード、0さんをもって、初演より続いたキャストでの公演は終了した。初演から、字コード、 零零三までの累計観客動員数は約13万人を記録した。2011年7月よりキャストを一新した新生として、ブリーチ連載10周年記念公演ロックミュージカル、ブリーチが上演された。2012年に演じられたリプリーズまでの累計観客動員数は約18万人を記録。 2016年7月からは4年ぶりの公演となるもう一つの地上が演じられるなど長年にわたり公行が行われるヒットシリーズとなっている。これまでの公演の映像を総編集したものや DVD に収録されなかった秘蔵映像などを大スクリーンで放映したイベント。キャストも数人舞台に登場しトークを繰り広げた。DVD はすべてアニメートでの未販売。 CD は通常の CD ショップ等でも購入可能。DVDBD 公演 CD ハット、ロックミュージカル、ブリーチ4年ぶりに上演。今回、東京都京都で、コミックナタリー、2021年7月2日閲覧。当初出演する予定だった木戸優渡るが、公演直前に別舞台の事故で降板したための大役。ありがとうございます。